皆さんこんにちは、ラッキーです。今回のテーマは神メンタル、メンタルが強い人の頭の使い方3選ということで、世の中を見回してみるとちょっとやそっとではくじけない強いメンタルを持っている人もいれば、それとは反対にちょっとしたことで不安になったりズドーンと落ち込んでしまうメンタルの弱い人もいます。そして多くの方はその中間に位置していると思います。で、もしもこの中から一つお選びくださいと言われたら、考えるまでもなく強いメンタルがいいですよね。ではメンタルが強い人とそうでない人、一体何が違うのか。実はメンタルの強い人のほとんどは普通の人とは違う独特な考え方をしているんです。その考え方を続けることで折れない心、強いメンタルを作っている。というわけで今回はメンタルが強い人の頭の使い方を厳選して3つご紹介させていただきます。メンタルが強くなれば生きながら生まれ変わることができます。ストレスに強くなるだけでなく、自信も勇気もやる気もアップします。人の目を気にすることもなくなり、自分らしく生きていけます。メンタルが強くなるだけで人生がドラマチックに変化していきますからね。ぜひとも最後までご覧ください。というわけで早速いってみましょう。メンタルが強い人の頭の使い方、その一つ目はこちら。自分で自分を評価する。いきなりですがこれ重要ポイントです。誰もが評価を気にするわけですが、評価には2種類あります。自分の評価と他人の評価で、結論から言ってしまうと、自分の評価を基準に生きている人はメンタルがどんどん強くなります。逆に他人の評価を基準に生きている人はメンタルがどんどん弱くなります。どういうことか、その理由がわかる簡単な質問があるので、皆さんも一緒に考えてみてください。その質問とはこちら。一人で焼肉屋に入れますか。どうでしょう。おそらく多くの方がちょっと無理と思われたのではないでしょうか。なぜ一人焼肉は難しいのでしょうか。理由は簡単で、店員や周りのお客さんからよく一人で来れるよなとか、寂しい人だなとか思われてしまうような気がするから。そうなんです。人の心は他人の評価を気にした途端に臆病になるんです。何も悪いことをしているわけではないのに怖くなる。だから食べたくても一人で焼肉屋に入れない。このように他人の評価を基準に行動することを他人軸というのですが、他人軸で生きていると人はどんどん臆病になるんです。例えばカラオケで周りの人にどう思われるのだろうと思った途端に人前で歌うのが怖くなる。プレゼンで相手はどう思ってるんだろうと考えた途端に体がガチガチに緊張する。可愛いワンピースを着たいけど、ご近所さんにどう思われるのかが気になって、結局いつも通り地味な服を買ってしまう。他にも髪型を変えて10人の人が褒めてくれたのに、たった一人にけなされただけで自分に自信を失ってしまう。人と会うのが怖くなる。親切にしたら大きなお世話だと言われて、人に親切にするのが怖くなる。どう思われるんだろうと相手の顔色を伺いながら会話をすれば、言葉が出てこなくなってしまう。このように他人の評価を基準に生きていると、どん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 臆病になってしまう。自分らしく生きられなくなってしまうのです。では反対に、自分の評価を基準に生きている人はどうなるのか。わかりやすいのがイチローで、イチローは現役時代、ヒットを打ったのに悔しい顔をしている時もあれば、三振したのに嬉しい顔をしている時もありました。イチローにとって評価の基準は、結果や周りの評価ではなく、自分が納得できるかどうかが基準なんですね。これこそまさに自分軸。一郎だって人の子ですから、ファンから歓声を浴びれば嬉しいし、ブーイングを浴びれば気分が悪い。でもね、不思議なんですけど、自分の評価を基準に生きていると、だん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 人の評価が気にならなくなってくるんです。何を言われてもそんなに気にならない。一郎は大ブーイングを浴びたことについて、インタビューでこう語っています。は、あれは僕は嫌いじゃないんでね。自分軸で生きていると、最後はここまで強くなれるんですね。松井秀喜さんもこんなことを言っています。ズルはできない。俺が見てるから。人から褒められようが、怒られようが、けなされようが、そんなのは関係ない。自分の評価は自分でする。この姿勢を貫いてきたから、次第に人の評価が気にならなくなってくる。だから大リーグの大舞台でも堂々としていられたのでしょうね。あと僕自身の話でとても恐縮ですが、僕はかれこれ10年くらい街のゴミ拾いをしてるんです。
でもね、ゴミ拾いを始めた頃は周りの人から汚いなとか偽善者だとか思われるんじゃないかって勝手に臆病になっていたんです。だから人の見ていないところでこそこそ拾っていました。そんなある日本を読んでいたら森光子さんのこんな言葉に出会ったんです。いいことをやっているならもっと胸を張れ。これを読んでドキッとしました。なんでいいことをしているのにこそ泥みたいにこそこそとゴミを拾ってるんだろう。これって思いっきり他人軸じゃんってね。その日以来あえて人の多い場所でゴミ拾いをしました。いいことをやっているんだからって自分に言い聞かせながらね。でも最初はやっぱり恥ずかしい。どうしても人の目を気にしてしまうんです。でもそれを1ヶ月2ヶ月と続けていたらだんだん慣れてきて人の目が気にならなくなってきた。周りの人がどう思っているかなんて1ミリも気にならなくなったんです。そうなると不思議なものでゴミ拾いだけでなく普段の生活でも他人の評価が気にならなくなってきました。例えばこうしてネットで情報配信していると明らかに悪意のある嫌がらせのようなコメントが来たりします。そういうのを読むと昔はズドーンと落ち込んでいたんです。でもね、今では全然へっちゃら。別に悪いことをしているわけじゃないんだから言いたいやつには言わせておけってね。全然へこまない。こうなれたのもゴミ拾いのおかげ。自分の評価を基準に物事を考えられるようになったから同時にメンタルまで強くなったんですね。他人の評価を気にするというのは人間の遺伝子に刻まれた本能です。でも本能のままに生きていると人の心はどんどん弱くなります。人生の途中で自分の評価は自分ですると決めた人だけが他人の評価に振り回されない強いメンタルを手に入れることができます。カラオケで誰かに笑われても自分が楽しかったらそれで OK。 髪型もファッションも自分が気に入っているのなら他人の評価なんて気にしなくて OK。 もちろん一人焼肉もちゃんとお金を払うんだから人目を気にせず美味しく食べれば OK。YouTube の投稿にいいねが一つもつかなくても自分が好きで投稿しているのならそれで OK。 初対面の人と話す時でも失礼がなければ何を言っても OK。 悪いことをしていないのならとにかく何でも OK。 人から何と言われても自分が OK ならそれで OK。 こうやって自分の評価を基準に行動すればやがて心は強くなるはずです。もちろん最初は勇気がいりますけどね。自分軸で考える習慣が身につけば他人の評価に振り回されない強いメンタルを手に入れることができると思いますよ。というわけで続いてメンタルが強い人の頭の使い方の2つ目はこちら。強気の言葉を使う。これも結論から言ってしまうと強気の言葉を使うと脳が変化してだんだんメンタルが強くなります。逆に弱気の言葉を使うと脳が変化してだんだんメンタルが弱くなります。どういうことか。今日も仕事か、嫌だな、めんどくさい、参ったな、最悪、ああ疲れた。このように弱気の言葉ばかり吐いているとストレスホルモンのコルチゾールが出まくってしまう。体内のコルチゾール濃度が下がらない。するとコルチゾールの毒性で脳の海馬という部分がだんだん小さくなってしまう。この海馬はストレスホルモンの処理をしているところなので、海馬が縮むと感情コントロールがうまくできなくなり心が弱くなってしまうんです。ちょっとしたことで不安になったりイライラしたりすぐに諦めてしまったりとかね。でもっとひどくなると興味や喜びの感情が薄れてきて最悪の場合は鬱になる。だから弱気な言葉でメンタルが弱くなるんです。それとは反対に、一丁やるか、とっとと終わらせてやる、こんなのへっちゃら、大丈夫、きっとできる、いい勉強になった。ストレスを感じた時に強気の言葉を使うと、若返りホルモンである DHEA がたくさん分泌されます。すると、脳の前頭葉で配線替えが行われて、一回りストレスに強い脳に変化するんです。これをストレス免疫というのですが、ストレスを感じた時に強気の言葉を使えば使うほどストレスに強い脳ができてくるわけです。今度の大会は不安で仕方ありません。そんな弱気なことを言っているアスリートなんて見たことがないですよね。なぜアスリートは弱気の言葉を封印して強気の言葉ばかり使うのか。その理由はここまでご覧いただいた皆様ならもうお分かりですよね。そうです、強気の言葉を使って DHEA を分泌しストレスに強い脳を作っている、そういう深い理由があったんですね。強気の言葉は最初は強がりでも OK です。めんどくさいと言いたい気持ちをぐっとこらえて、一丁やるか、参ったなと言いたい気持ちをぐっとこらえて、逆に燃えてくるぜ、緊張してきたと言いたい気持ちをぐっとこらえて、ワクワクしてきた、
たとえ強がりでも脳がだんだん変化してやがて本物になります。3ヶ月も続けていれば前の自分と今の自分全然違う、そう実感できる時が必ず来ると思いますよ。というわけで最後、メンタルが強い人の頭の使い方、その3つ目はこちら。誰の人生にも辛いことがあると思っている。これも結論から言ってしまうと、誰の人生にも辛いことがあると思っている人はストレスに強くなります。自分だけが苦しんでいると思う人はストレスが2倍にも3倍にも増幅します。どういうことか、わかりやすいお釈迦様の話があります。以前にもご紹介したことがありますが、もう一度ご紹介させてください。キサーという若いお母さん、ある日突然幼い息子を急病で亡くしてしまいます。パニックになったキサーはお釈迦様のもとへ駆けつけ、こう言います。息子を生き返らせてください。わかりました、ではケシの実を持ってきなさい。ただしケシの実は今までに一度も死者の出ていない家からもらってくること。キサーは慌てて村に戻り、民家を渡り歩きます。ケシの実はあるけど、去年母が亡くなったんだよ、残念だったね。3年前におじいちゃんを、10年前に娘を亡くしました。どこの家にもケシの実はあるのですが、一度も死者の出ていない家が見つからない。その時キサーは悟ります。自分だけが苦しんでいると思っていたけど、そうじゃないんだ。誰の人生にも辛いことがあるんだ。今まで何度もお葬式に出席したけど、家族はこんなに辛い思いをしていたんだ。知らなかった。その瞬間、キサーのパニックは収まり、落ち着きを取り戻します。そしてそのままお釈迦様の弟子になったとさ、終わり。人間、他人の苦しみは小さく感じるけど、自分の苦しみは大きく感じますからね。どうしても自分だけが苦しんでいると思いがち。そしてこの自分だけが苦しんでいるっていう思いによって苦しみが2倍にも3倍にも増幅してしまうんです。でも本当は誰でも同じくらい辛い思いをしているもの。スーパーのレジ打ちをしているあの人も、ベンチで笑っていたあのおじいちゃんも、挫折、失恋、失敗、大切な人の死など自分と同じくらい辛い経験をしてきている。そして今現在も何かしらの悩みを抱えながら生きているものです。片側交互通行で棒を振っていたガードマンのおじさんも、もしかしたら会社が倒産して仕方なくガードマンをしているのかもしれません。腰が痛くて立ってるのがやっとなのかもしれません。家に帰れば子供たちの学費のために親戚中を駆けずり回ってお金を工面しているのかもしれません。寝たきりのお袋にせめて桜を見せてやりたいと一輪の桜を枕元へ持っていった、そんな切ない思いをしているのかもしれません。このように誰の人生にも辛いことがあるんだと心の底から理解したとき、先ほどのキサーのように自分の悩みや苦しみが小さくなります。ちょっとしたことではへこたれない強い心が手に入るんです。明日1日だけでもいいですので、ぜひ試しにやってみてください。あの人も自分と同じように辛い経験をしてきてるんだ。頑固な部長も何かしらの悩みを抱えながら生きているんだ。こうやって人のことを思うと、今の自分が抱えている悩みや苦しみが小さくなるのを実感できるはずです。そしてストレスに立ち向かう勇気も湧いてくると思いますよ。というわけで今回のまとめです。今回ご紹介しましたメンタルが強い人の頭の使い方はこの3つ。自分で自分を評価する。強気の言葉を使う。誰の人生にも辛いことがあると思っている。どれも劇的な効果があるものばかりですが、メンタルトレーニングという言葉があるように、強いメンタルはある日突然手に入るものではありません。筋トレと同じで、1週間やそこらでは何の変化も感じないかもしれませんが、長く続けていけば必ず変化がやってきます。3ヶ月前の自分と今の自分全然違う。そう実感できれば、そこから先の努力はとても楽しいものになると思います。またメンタルが強くなれば、仕事も趣味も人間関係も全てが充実してきますからね。人生全体が楽しくてワクワクするものに変わっていくと思いますよ。というわけで今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様に感謝して終わりたいと思います。